進行。アニマルソルジャーの今回の作戦はレッドの家にたまたま、あ、いやまたまた忍び込むことである。やっぱり開かないね。仕方ないな。コッション、ダメだよ、ここはカヨコさんの家なんだから。ミスドルはオーサーネット。僕が開けるって？壊してダメなんだよ。ビブ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 。うわぁ、液体金属。サユケ、アニマルソルジャー、アニマルソルジャー寿司屋へ。回転寿司って美味しいんだって、ウサちゃん。でも高いんでしょ。安いみたいだよ。本当？じゃあ行ってみる。いらっしゃい。ここだよね。あれ？回ってないよ。なんでだろう。きっと回らない分安いんだろう。あ、そっか。じゃあ食べよう。美味しかったね。お腹いっぱい。糖尿なのにたくさん食べちゃった。合計42,000円です。どうしよう。僕30円しか持ってないよ。僕60円。所詮回転寿司でさえお呼びじゃないのだ。ピーちゃんはゼロ。きったね。なんだおめえら、金もねえのに寿司食ったのか。ごめんなさい。悪気はなかったんです。かわいい。仕方がねえ、今回はタダにしてやってもいいけど。本当？ま、その代わり金はいらねえから毎日寿司食いに来なよ。自分ヒルギオはダクダクに玉つけるっす。メガ系もいいぜ。ああ、今日もお寿司か。もうトラクシって話です。えっ、特養和牛すき焼き用ロース100g238円。タイムサービスやってて得しちゃったわ。パリにもたまにはいいもの食べさせてあげないとね。ん？あ、あの子。負けた、クソ。あいつらのおかげで回転間に合わなかったからいい台取れなかったじゃねえか。やめて、そこ触られると弱いし。いいです。ほら、我慢して、じっとしてて。カヨコ、お前。あ、レッド。てめえ、また証拠りもなく俺んちに。ボーって、お前何しやがんだ、いきなり。見損なったわよ。何がだよ。とぼけないでよ。あんたでしょ、うさちゃんこんなにしたの。あ、あんた、こんな可愛い子にも容赦しないの。いやいやいや、俺じゃねえよ。こいつらの自業自得だっつーの。だってこの子、バープさんとこの子なんでしょ。あんたがやったに決まってるじゃないの。だから違う。つか、話聞けよ。さっきパチンコへ行く途中で、公園の前通ったらよ。来た。お、お、な、今だ。やられちゃった。あぶねえな、おい。ある意味今までで一番やばかったわ。おい、生きてんのか？おい。おい、こいつ大丈夫？俺急いでっから行くぞ。うん、じゃあな。そうなの？ウサちゃん。うん。てめえはちゃんと説明しとけ。あ、かな。ちょっとやめなさいよ。いい？ウサちゃん、この人の抹殺は他の強い怪人さんに任せて、これからはこんな無茶しちゃダメよ。わかった？うん。どういう会話だよ。いい子でしゅね。しかしまあ、お前いつまで経っても裁縫ダメな。せめて似た色の糸ぐらい使えっつうの。うるさいわね。ほら来いよ、サコ。俺が縫い直してやっからよ。え、この人裁縫得意なのよ。一人暮らし長かったから。一言余計だ。ほら来いよ、縫ってやっから。いいよ。痛っ。 てめえ何しやがんだ。ああ、ウサちゃん、次は絶対倒すからね、レッド。ったく、何なんだよ。ちょっと大丈夫？あ、ウサちゃん。無事でよかったよ、ウサちゃん。
公園の水道で体洗ってきたらうさちゃんいなくなっちゃっててさ。気にしないでデビル猫くん。まさかかよこさんが拾ってくれたなんてね。後でお礼しとかなきゃ。バンプ様も心配してたんだよね。ね、みんなレッドさん抹殺に燃えるのはわかるけど、私に無断で行くのはやめてね。ごめんなさい。今回だけだよ。でもかよこさん裁縫はあんまり得意じゃないみたいだね。おいでうさこっつ、私が縫い直してあげるから。あれ、ここんとこ目が悪くなったみたい。あの、バンプ様、よし、僕しばらくこのままがいいです。え、なに？うさちゃん大丈夫かな。おめえさっきからそればっかりじゃねえか。だってぬいぐるみなんだよ、動くんだよ、喋るんだよ。あのな、ああ、もしかしてあんた焼いてんでしょ。アホらしい。かよこさん、天体戦士サンレッド、これは川崎を舞台に繰り広げられる善と悪との壮絶な戦いの。それいけアニマルサルジャー、穴掘り、うんせ、うんせ、うんせ。アニマルソルジャーはレッド抹殺の後に埋める穴を掘っているのだ。うんせ、うわー、花の遊びじゃないよ。こう言ってよ。騒いだら息切れが。大丈夫デビルナコくん。どうだろう、バイケンアニマルソルジャー、レッドの墓。うんせ、うんせ、うんせ。僕たちが穴掘ってたら時間かかっちゃうね。何やってるの、ウサちゃん。え、あ、かよこさん。レッド。レッドの墓を掘ってるんです。ダメ、ドロンコになったら汚れが落ちないでしょ。あんた。なんで俺が自分の墓を掘らなきゃなんねんだよ。